米田コーヒー店の白のワール白のワールは、喫茶店チェーン、コーヒーショ、米田コーヒー店で提供されているメニューの一つである。直径およそ16センチメートルの暖かい、デニッシュパンの上にソフトクリームを絞り出し、らんぼの実を乗せたデザートであり、シロップをかけて食べる。1977年に米田コーヒー店本店が開業して以来続くメニューの一つで、名前は、 コメコーヒー店創業者の加藤太郎が命名した黒っぽいデニッシュ生地と白いソフトクリームという対比から日本語の白とフランス語で黒を意味するヌワール、ノワールを組み合わせた造語である通常の白のワールより小さく一人で食べられるサイズであるミニ白のワールが常時提供されているさらに期間を限定して提供されたメニューもあり 2015年10月には、リンゴ、同年12月には、チョコとイチゴが提供されたほか、2016年2月には、バレンタインデーに合わせ、チョコレート味のソフトクリームとチョコクリームを使った、クロノワールも提供された。さらに、コメダが運営する、コメダコーヒー店の姉妹店、カンミキサオカゲアンでは、抹茶を使ったデニッシュパンに、 抹茶ソフトクリームを乗せて黒蜜をかけたミドノワールがメニューにある。米田コーヒー店が愛知県名古屋市発祥であることから白のワールは名古屋飯の一つとして位置づけられている。名古屋在住の推理作家である大田忠氏は2010年に名古屋市を舞台にした推理小説甘栗と戦車と白のワールを上司した。ありがとうございます。